中国の不況により Apple Watch のガラスや iPhone のディスプレイの料金が高くなってまいりました。さらに日経平均152円とか150円また、戻ってしまいました。145円から151円とか1ドルあたり152円とかに151円とかになると、その差は例えば Apple Watch のディスプレイが95ドルであった場合、それをかける145とかける152で電卓で計算していただければ分かると思うんですが、1000円ほど 1000円ちょっとぐらい値上がりします。今まで例えば Apple Watch 6 44mm のディスプレイが1万1000円とか1万500円ぐらいで売られていたので、当店として値付けとしては、まあ、2万3000円とか2万2000円ぐらいでディスプレイの丸ごと交換修理っていうのは2万3000円ぐらいですよって、まあ2万3000円ぐらいで修理しようかなっていう価格帯だったんですけど、本日当店の修理料金も iPhone はいじってないですけども Apple Watch に関しては、20-30% 料金を値上げさせていただきました。でこれはもう料金はね、そのドルと世界情勢とあと中国の不況によってですね、もうそもそもの価格がもう高くしてしまっているので、全部の値段がねこう 2割ほどぐっとこう上がってきています。でも iPhone はどんどんこう時代が進化してくるにつれて iPhone12、iPhone13 とかは古い機種になってきて、ディスプレイの製造コストも抑えられてきているので、どんどん階段式に安くなっていくんですけど、だから今 iPhone15、15 Pro Max のディスプレイ価格が2万円だとします。で1年後には iPhone17、iPhone17 が出てくるわけなんですけども、その頃にはなんか結構安くなってですね、1万3000円とか、中には8000円で安い LCD、すごい安いよっていう、タイプの、まあ、ただ有機 L ディスプレイじゃなくてただのこう LCD 液晶になってるバージョンとか、いろんなバージョンが出てくるの でどんどんディスプレイも安くなって、まあ、みんなも価格競争しなければいけませんのでね、中国 その安い業者とってすごい値段高い業者で安い方、ね、やっぱり買われてしまうわけなので、通販サイトとか掲載するとね、やっぱりアリエクスプレスとかアリババとかで売ると価格競争になるんでね、どんどん値段下がってくるんですが、基本的にですね、Apple Watch のディスプレイがちょっと高くなってしまったというご報告と、今まあ Apple Watch 修理されていらっしゃる方は自分で仕入れ料金もう一回再度調べていただいて、自社の Apple Watch のディスプレイ丸ごと交換修理いくらに設定しているのか、もう一回もしよかったら見直してみた方が、利益率が全然こう変わってきてしまって計算がちょっと合わなくなって赤字になってしまったりする可能性がありますので、ぜひチェックしてください。で Apple Watch の修理、液晶丸ごとディスプレイ交換修理は2万5000円ぐらい値上げしたんですけれども、その代わりですね、表面のガラスだけがひびが入って割れているディスプレイ交換修理は2万円とか1万8000円とか、 Apple Watch 5とか4で 5SE とか5とか4であれば1万5000円でディスプレイ そのガラス割れひび割れのみ修理取り扱い開始しておりますし、自分であの Apple Watch を自分でこうディスプレイ変えたっていう方は、ディスプレイがもし手元にガラス割れでひび割れてるのがあれば、5000円とかで買い取りしてますので、ぜひ買い取りお出しくださいませ。こちらとしてもあの仕入れするよりもそのひび割れてるパーツ、個人の方でも会社様でもディスプレイひび割れの Apple Watch あったら、シリーズ5の 44mm ですってちょっとメモ書きしておいていただいて、当店に着払いで送っていただけたら5000円ぐらいだと思うんですけども振り込みすることができますので、その金額については4000円だったり6000円だったり7000円だったり、まあ3500円とかはないと思うんですけども、まあ、シリーズにもよりますしね、ぜひお気軽に買い取りの方もご利用くださいませ。 Apple Watch 世界情勢ニュースでした。ありがとうございました。